はい、皆さんこんにちは、滝井です。今回はカプコン様のご厚意で、モンスターハンター20周年大資料展にご招待してもらいまして、素晴らしい展示をじっくり見ていきました。そこで興味深かったことや発見について、写真付きでね、紹介していけたらね、いいなと思います。早速ね、展示に入るとすぐ、歴代モンハンの記念映像がたくさん映し出されるんですけど、これはね、純粋に圧巻されましたね。歴代モンハンの PV とかオープニング映像が次々に流れ始めて、すごいね、懐かしさやエモさっていうんですかね、あれを感じました。大資料展の始まりとしてとてもいい演出だなと思いましたよね。次に気になったのは防具インタラクティブゾーンってところで、まあ、これ歴代モンスターの防具を選んで見ることができるんですけど、昔のモンスターは初代のアイコンだったり、ちゃんと初登場時のアイコンになっていて、当時のアイコンでそれが高解像度になってるっていうのがいいですよね。アグナゴトルみたいにモンハントライの独特なデザインのアイコンもしっかりありました。全種類ではないらしいんですけど、 X0 みたいなマニアックなね防具もあって、しっかり見応えがありましたね。さらにここには玉三つねの太刀、孤島かかる雲なきが展示してあって、自分これ初めて見たんですけど、思ったより数倍でかいんですよね。これは以前大阪の方でね展示されていたやつの復刻になるんですけど、モンハン世界のハンターっていつもこんなん担いで戦ってるのかと思って、サイズ感にね圧倒されてました。そして今回の目玉であるモンスター AR、 これ迫力がすごくて、リアルなモンスターのサイズ感がほんと実感できるというか、原寸大のモンスターってこんなに大きいんだなと。現実に出てきたらこんなん絶対倒せないですよね。ところでラギアクルスの AR モデルなんですけど、これモデルが他のモンスターはライズのやつとかワールドのやつとか判別できたんですけど、こいつはワールドにもライズにも登場してないじゃないですか。だからどこから来てるのかよくわからなかったんですよね。顔のちょっとゴムっぽい質感とかはダブルクロス以前のモンスターの質感に似てるんで、モデルの凹凸とかも考えるとモンハントライとかダブルクロスみたいな過去モデルを高画質にしたやつ、まあ、つまりムービーとか CG 画像で使われてた高画質モデルを持ってきてるんじゃないかなと思ったんですけど、いまいち確定っていう感じの判別はできなかったですね。似たようなのはバルファルクもそうなんですけど、これはライズの核用バルファルクを通常個体に改変したやつなのかなと思いました。で、さらに進むと壁沿いにモンハン年表が貼ってあって、歴代モンハンの紹介だけじゃなくて当時を振り返っての開発者コメントもあるのがいいですね。これ多分知らない人にとっては本当初めて聞く話ばっかりなんじゃないかなと思うんですけど、ポリューや水中のような今では当たり前の概念だけど当時は画期的なもの、そういうものについてどういった意図で作ったのかみたいなね、制作裏話を見ることができます。これね、かなり興味深いこと書いてあるんで、ぜひ現地でじっくり見てもらいたいなと。個人的に嬉しかったのはフロンティアシリーズがちゃんと年表に載ってるところですね。年表にね、フロンティアのそれぞれのバージョンがしっかり載ってて、ああフロンティアもやっぱモンハンの一員としてねしっかり数えられてるんだなと、ちょっとね個人的に嬉しくなりました。こちらは多分等身大に作られてるセクレトですね、ワイルズのやつ。すごく精巧に作られてて、ゲームだと多分表現しきれないレベルの細かい部分まで造形されていて、ついついじっくり眺めてしまいました。興味深いのが上に乗ってるハンター周りで、今まで映像などで断片的にしか見られなかった布の模様、ああいうのがじっくり見れるんですよね。これ世界観考察とか興味ある方は必見なんじゃないかなと思います。他にも布が擦り切れてたりとか、実際に使用してるかのようなね作りになってたりと、このあたりこだわりを感じましたね。そしてね、メインその2と言っても過言ではないこの大迫力のミラボレアス、今にも食べられそうな感じでね、すっごい迫力ですよね。多分これも等身大のやつだと思うんですけど、もうこれと相手してたんだみたいな、ぜひねこのデカさは会場で体感してほしいなと思います。個人的に興味深かったのが壁にある資料で、ここに書いてある追記文字みたいなのはアイスボーンの設定資料にもないものだったんですよね。ミラボレアス周りの資料に興味ある方は一見の価値ありです。あとパンフレットにも多分これ見たことないんじゃないかなっていう初代モンハン時代のミラボレアスの資料があったんですよね。ちょっとこれもしね記憶忘れだったら申し訳ないんですけど、
こうやって形に出してくれてるのは本当に貴重だと思うんで、ぜひこちらも世界観大好き勢にはね、ぜひ買ってもらいたいなと思います。大資料店を見終わったら横にあるモンハンカフェ行きました。仲間内でいくつか頼んで、玉みつねの泡を模したゼリーのパフェとかフルフルとかね頼みました。フルフルが面白くて、ケーキ入刀みたいな感じでナイフ入れたんですけど、これもうなんかそもそもの見た目も相まって絵面グロかったっすねこれ自分はリオレウスのアラビアータとテオテスカトルのマグマソーダをいただきました。それ以外のものは食べられなかったんですけど、他の方曰くどれも美味しかったとのことでね、ぜひ行ってみてください。あと食べてたら後ろの席が騒がしかったんで振り返ってみたんですけど、そしたらゴリラパンっていうことゴリパンが玉みつねのパフェについてる花食ってたんですよね。花みたいな。本人曰く食べれるし甘いよだそうですけど、これ食うのマジって思いましたね。ちなみに一応自分も食べてみたんですけど、なんかネバネバしてて渋かったです。多分ね食べるもんじゃないと思います。まあそんなこんなで大資料展とっても楽しかったですね。なんといってもやっぱり今までの積み重ねてきたものを一気に見たっていう感じがして、やっぱこう懐かしさがね込み上げてくるなと。モンハン20周年の重みを感じられる大資料展、行くタイミングがあれば見に行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。